いや、これ俺が書いた。まあ、模写だけどね。見ながら書いたんだけど。見ながら書いたらこれぐらいは書けるよ。入ってこうへん。鏡見ながらって、おい。2D 犬孫は、まだ可愛らしいな。2D ドッグの方はやばいことなってるからね。この前、うちの配信で暴れてってたよ。かなり暴れてってた。お前はちゃんと俺にとっての犬になれよ、ちゃんと。なでなでしたくなるような。お、なんなんさん、センキュー、ありがとう。今日頑張ります。 2D ドッグはなかなかすごかった。 あいつのおかげで俺の評判が大変だよ。魚群ファイトです。家族で応援してます。はい、頑張ります。子供には人気ありますよ、孫さんは。なんて言ったって俺が子供好きだからね。犬さんとドッグさんって赤の他人なんですか？いや、全然違う人だね。 2D ドッグ来た。アピールだけハピって消えた。 俺子供大好きです。いいね。びっくりした。俺自分が来たかと思ったもん、俺。え？とか言って。びっくりした。本当にいるんだね。グラマスアピールしただけした、だけした形。そうなんだよ。2D 犬孫の方は、2D 犬孫の方は、その俺の嫌がること基本しないんだよ。ここで俺が何々募集っつったら、ちゃんと何々募集のキャラクターでしか入んない、ちゃんと。ただ 2D ドックは、そういう時にも入ってきそうな怖さあるね。ギルティーゼの横で硬派なキャラしか使ってないカプエスゼの話好き。 いや、カプエス、いやー、あの時のモアね、すごかったんすよ。まあ、隣がね、ギルティで、ギルティギアってゲームで、まあ、そりゃもう華やかなゲームだったんですよ。男の子、男と女がキャッキャウフフしてて、あー、何々さん教えてください、あー、うまーい、あー、これどうやってやるんですかっていう話が聞こえてくる中で、なんなら女子高生とかもいる中でね、おい、マジかよっつって言う中で、俺らは目の前の画面の、カプコン VSSNK2 っていうゲームで、サガットとブランカとホンダっていう、デュオ、デュオ、デュオ、ワオ、ワオ、どすこい、しかやってなかったっていうね。そりゃ硬派よ。自分らの画面見てみると、でよでよ、ワオワオ、どすこい、どんなもんじゃい。悲しくなるよね。